はい、今回は2等夢のとコラボと森康彦の違和感、あとですね、えー、こちらの裏側ということについて考えてお伝えしていこうと思います。よかったら最後まで聞いていただければと思います。まあ、ちょっとあの僕がいろいろ調べて考えたことなんで、あのー、 正しいかどうかっていうのはわからないところもあるんですがおそらく、多分こうだろうなって思うことなんですよ。でこちらをお伝えさせていただくんで,でリスナー様も多分聞いていただいたらまあそうすると話のつじつまが合うっていうのも変ですけどまあそういったことだったのかなとまあ、今回ね、ね、えー、こちらの件について、えー、お伝えしていこうと思います。 2党夢の党コラボと森安彦の背後にはおそらく東、ね、丸協会がいると思いますね。でその東丸協会に指示を出しているのが日本の創始国である、まあ、外国ということそういう構図だと思うんですよ。でそういうあの構図で考えていくとですねちょっとわからないことが分かってくるんですね。 でまずえっ、ー、とまあコラボ応援団あコラボを応援していたね、えー、森安彦が、えー、丸仏で、えー、逮捕されて、えー、メッセージも名簿から名前も削除されましたえー、これっていうのは森安、えー、彦の、えー、あのまあ 切り捨てられたということなんでですねでおそらく森安彦の背後にも、えー、この東丸教会があったと思われるんですねだからこのなんだろういろんなところにこの東丸教会が発及していた可能性があるんですよ二刀夢のとラボの背後にも東丸教会がいるし、えー、この森安彦の背後にも、えー、東丸教会がまあいると。 でえーまあ、これっていうのはご存知の方がいらっしゃるかもしれないんですがこの「二、ま、頭、あ、夢の」とかコラボお、まあ、森保彦もそうですがこのフェミニストとかっていうことを語る人たちですねあと、まあ、いわゆる貧困ビジネスとか、まあ、女性を助けるとかっていう、まあ、そういったものっていうのは あの表向きの聞こえがいいわけですよ、うんねえー、困ってる人を助けるとかっていうあのそれはいいんですがそういったまあ名目で、えーまあ、例えば政府からお金を引っ張ってでそのお金を、ねえーまあ、違ったことに使ってとかいろんなことをしてる多分そういった疑惑なんじゃないかと思うんですねだから、あのーまあ、こんなことはほとんど言ってるひと言は聞いたことがないかもしれないんですが、まあ、僕も調べて考えた結果二等夢のとコラボと、まあ、森安彦もそうです ここら辺の背後にすべて東丸教会がぐるっとおり、えーえーね、その東丸教会に関与する政治家、あるいはですね、えー、この森保彦、そうでしたが、えー、803とか、そういったものが、何ていうのかな、裏側に、まあ、つながっていて、さ、えー、まざ、あ、まな支持が飛んでいたんじゃないかと、まあ、思うんですよね。 だからあのいつもの話で言うと、日本の構造になりまして、えーまあ、これらの裏には、えー、東丸教会がいたと、さらにもっと言うと、えーまあ、日本の創主国ね、えーまあ、アメリカ裏組織って戦後からずっと日本を支配している C‐A とか、えー、C‐A と東丸教会っていう、まあ、表裏一体なものがこれの裏にいて、さ、えー、まざまな支持を出していたと、そういうことが、えー、考えられます。だから、えー、この2等夢のとコラボの件について、追及できないんですよ、フェミニスト団体とかって言ってますけど、背後に東丸教会、C‐A がいる。 からそうう考えると話の辻褄が合うんですよねだから何、えー、だろう皆さんも疑問だなぁと思ってるかもしれないんですが東京都が黒のり文書で隠したじゃないですかあれもそういうことですよ。2、え、等、ー、夢のとコラボの背後には東丸協会がいて、えー、東京都の後ろにも、えー、東丸協会がおりますから緑のきもそのと 東丸教会マの移行に従ってててやるるんで全て隠してると思いますだから今回のこの件っていうのはあまあその、ね、なんていうのかな NPO とかいろいろ言われてますがけれども NPO あるいはフェミニストといったものがありますが、えー、後ろを伝っていくとおそらく東丸協会に行きますねで C‐A に行くっていう、まあ、そういった話だと思うんですよそこに、えー、一般人男性のひまぞらあかねさんという方が一人で、えーまあ、立ち向かっていってるっていう多分そういう構図じゃないかと 思うんでねだって、その東京都の黒塗りの件とか、明らかにねその東京都と二という目のがグルだなぁとは思うんですよ、ただ、えー、そのそのグルの裏には、その東丸教会、あるいは C‐ 丸 A、あるいは政治の力、そういったものが隠れていて、そういったものでぐるーっと包み込むような、そういう構図があって、そこに対してひまぞらあかねさんが、えー、まあ真相、追及、解明を頑張っていらっしゃる、そういう今のこれ構図なんじゃないかと思います。 だからあの森康彦が丸仏でね逮捕されたら、はい、えー、まあ尻尾切りって言って、も切られる、切り捨てられる、で後ろには、2頭夢のとコラボ、後ろにいますから、おそらくマ丸協会がね、そういった、これ、結構ね、えー、まあ思ってらっしゃると思いますが、深い問題だと思うんですよ。 この件がですね、一つでも、えー、解決、あるいは明るみになることを、まあ、切に願っていますということで、えー、今回はこの違和感と裏側について思うことをお伝えしてみました。最後まで聞いていただいて、えー、ありがとうございます。失礼いたします。